実はね、この冷泉天皇は崋山天皇のお父さんっていうのはだいぶ問題がある人やったんですよ。気候が多かった。ちょっとやばい人かなみたいな天皇やったんですよ。例えば足が傷つくのも全く厭わずに一日中蹴鞠をしてましたよっていうエピソードがあったりね。足めっちゃ血だらけになってるけどずっと一日中蹴鞠蹴ってて、周りの人からはうわちょっとやばくない、血出てるけどめっちゃ蹴ってますやんみたいな状態になってるのをウヒウヒ言いながらやってたとか、幼い頃に、お父さんだから村上天皇からなんか手紙が来たらしいですね、冷泉天皇に。でそれの返信になんとの絵を描いて送ったらしいんですよ。なんでそんなもん描いて送ったんやろうって感じなんですけど、村上天皇からしたらちょっとえって感じだったかもしれないですね。そういう気候があったり、あとはなんか火事になった時にみんな逃げろって避難してる時に馬車の牛バージョン牛車って言うんですけど、そういうに乗ってる時になぜか大声で僕らはみんな生きているみたいな歌を歌ってるということで、とにかくやばいなっていうのがこの冷泉天皇やったんですよ。